この作品はフィクションであり、実際の団体、人物、国、その他のものには一切関係ござりませぬ。ご了承くだされ。楓、お前がどうしてもくの市養成所姫百合学園に入るというのであれば、もはや止めん。いや、許してやろう。学費も出してやろう。許してくれるの？お父様。私やります。できることだったら何だってやります。できぬとは言わせんぞ。やってもらわねばならんのだ。はい。実はな、お前が行こうとしておる姫百合学園には由緒正しき家の者、わしらが本来使えるような家の姫君様が幾人かおるのだが、最近の若い娘の考えることはよくわからんから、単なる戯れなのか、それとも何か考えがあってのことなのかは知らん。だがそのわがまま姫の家の者にとってはさぞや気をもむことなのであろうな。事実忍びの者の中には風紀な者を快く思わぬ者も少なくはない。自らが卑しい身分であるからな。そのような姫を抱えたいくつかの領家が、万が一のことがあってはとわしらに護衛を依頼してきた。そこでその役目をお前に頼みたい。護衛も？そうだ、ヒサノケも依頼してきおった。しかもぜひお前にとのご指名だ。やる、私やります。そうすれば行っていいんだよね。月葉様と一緒の学校に通えるんだよね。そうだ。
ただくれぐれも気をつけてな。命だけは粗末にするなよ。おい楓、どこへ行く。ありがとうお父様、大好き。月夜様、月夜様、また会えるんですね。はっ、依頼人の姿い忘れちゃった。ところなんだ。楓ちゃん、月葉様、待っててくれたんですか。4年ぶりね。やっと月葉様に会えたんですね。これからずっと一緒なんですね。また。うん、さ、行きましょう。私の他にも会う人がいるんでしょ。はい、月夜様、案内お願いできますか。さっき一応ざっと回ったんだけど。いいわ、行きましょう。あ、あそこの人よ。あの、ちょっと男の人っぽい。月夜様、待っててください。あの、かすみ様ですか。うん、私、今度かすみ様の護衛をすることになりました、葉隠れ楓です。ああ、そういえばそんな話も聞いている。かすみ様ってお呼びしてよろしいですか。様よしてくれ。私は様って柄じゃない、霞でいいよ。同じ学年だろ。そんな、一応けじめはつけておきたいんです。まあ好きにすればいい。じゃ、あ、もう少し話を聞かせてください。詮索するのもされるのも好きじゃない。またにしてくれ。じゃあ、次の教室に行ってみましょう。あ、あの人じゃなかったかな。あの眠そうな感じの人ですか。ちょっと大人っぽい。確かそうだったと思うけど。じゃあ、ちょっと行ってきます。ねえ、あなたがみゆき様。私、そうですけど。そのまま動かないで。あなた誰。その前に自分の名前を言ったらどうなの。私は楓、みゆき様の家から護衛を頼まれたの。護衛。そんな話聞いてないわよ。あんた偽物ね。あなた、みゆき様の妹か何かなの。違うわ、あたしは姫姉様の護衛役、大岡。お、大岡ちゃん。あんた、本当に護衛なの。あの、それは私が保証しますから。聞いてないわよ。って、そうですけど、私のこと知ってるの。まあ、久野家といったらこの世界ではメジャーどころですから。今でも護衛の忍びを何十人も抱えている財閥ですよね。そうなの、楓ちゃん。月葉
知らなかったんですか？ご自分の家の話なのに。私、楓ちゃん以外知らなかったし。それはともかく、こいつは何？こいつって、私のこと？あんた以外誰がいるのよ。だから、私はみゆき様の護衛役を受け負ってるの。怪しいわね。証明してみせてよ。そんなこと言われても困ったな。仕方ないわね。身の潔白を証明できないってことは、やましいことがあるって言われても仕方がないもん。この桜花が今その首と胴を生き別れにしてあげるわ。神様の膝元で許しを請うのね。楓ちゃん、みゆき様、なんとか言ってください。私のこと聞いてらっしゃるんでしょ、みゆき様。姫姉様はお休み中よ。私以外は起こしちゃいけないことになってるの。終わったんですか？みゆき様、この人何とかしてください。じゃあよろしくお願いします。姫姉様、こいつきっと患者ですよ。騙されないでください。桜花ちゃん、仲良くしてください。そうよ、仲良くしましょう、桜花ちゃん。姫姉様がそう言うんだったら、じゃあ仲直りの握手しよう。まな板も幼児体験のくせに